温州聖域は、カジオマサハルの SF 小説。SF マガジン2006年5月号より2014年11月号まで、連作短編シリーズとして、不定期に連載され、過筆、修正の上、2015年5月22日に、早川書房より、早川文庫 JA の3分冊で刊行された。舞台は、地球、地球から172光年離れた、惑星。 約束の地、地球から約束の地に向かう移民船、ノアズアークの3カ所で展開される。数百年にわたる年代記であるため、前話に共通して登場する人物はおらず、世代交代とともに人物は入れ替わっていく。近未来、太陽フレアの膨張による地球滅亡が予想されていた。アメリカ大統領、 フレデリック・アジソン率いる約3万人の選ばれた人々は密かに地球を脱出し、世代間宇宙船、ノアズアークで172光年離れた惑星、約束の地へと旅立った。地球に残された人々は、ノアズアーク出航後に発明された転送装置を用いて、長長距離の生肝転移により、約束の地へと後戻りの効かない決死の脱出を図ったが、 文字通りの天文学的距離の生還転移により、約束の地にたどり着くことに成功したのは、その中のほんの一握りであった。国籍も民族も宗教も言葉も異なる、生き残りたちは、ノアズアークへの恨みを糧に結束し、過酷な未開の惑星で新たな社会、ニューエデンを築いていった。そして、地球滅亡から数百年、ノアズアークとニューエデンの二つの人類が再会を果たすとき、 両者の間に起きることは、カバーイラストあとは8。カバーには、温州聖域の英題として、ベンデッタ・プラネットと記載されている。書評家の大倉高幸は、人間味あふれるいくつものエピソードを積み重ねることで、壮大さが際立ち、独語になんとも言えない感動が湧き出てくる。著者の新たな代表作となったと思う。と評価した。 2016年7月9日、日本 SF 大会において、第47回星雲賞日本長編部門の受賞が発表された。受賞を記念し、SF マガジン2016年10月号に、物語全体の後日談であるとともに、第21話、76分の少女のエンディングとなる、特別編、7006日の少女が書き下ろされている。ありがとうございます。